シールはアメリカ海軍の潜水艦。サーモン級潜水艦の一隻艦名はアザラシカの動物の総称及びアシカ科の古名であるシールにちなんで命名された。アシカ科の多くは新語のシーライオンに置き換わっており、例外的にオットセイがシールに残る。その名を持つ艦としては2世紀目。 ゴマフアザラシカニクイアザラシ南極オットセイシールは1936年5月25日に、コネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1937年4月25日に、ジョンカイグリーンスレード夫人によって、命名、浸水し、1938年4月30日に、艦長カールジーヘンゼル少佐の指揮下収益する。 カリブ海での拡張成長巡航及び成長後の調整に続いて、シールは11月後半にニューイングランドを出港し、パナマ運河地帯に移動、母校のココソロでの作戦活動に向かった。12月3日に到着、1939年1月までパナマのバルボア及びココソロ沿岸での活動に従事し、その後ハイチに移動、定時訓練を行った後演習、第20次。 フリートプロブレムに参加した。演習は中央、アメリカ及び南アメリカへのアプローチをコントロールする艦隊の能力を試験するため2月後半に小アンティル諸島で行われた。3月、シールはハイチキューバ海域に戻り第4駆逐艦隊とともに演習を行う。4月にはニューロンドンでオーバーホールを受け手記の改良が行われた。 6月にシールは再び南に向けて出港し、パナマ運河を通過して、カリフォルニア州サンディエゴ、真珠湾へ向かった。ハワイで7月から9月にかけて水路部の震度調査に従事し、沿岸での様々な演習に参加した。9月に母校のサンディエゴに帰還する。続く2年にわたって、シールは演習に従事し、水上艦艇、海軍及び、 陸軍の航空部隊の支援を担当、西海岸及びハワイ海域で活動した。1941年の秋に所属する第21潜水艦隊はアジア艦隊に転属となる。ケネスシー・ハード調査の指揮下で10月24日に真珠湾を出港、11月10日にマニラに到着した。 真珠湾攻撃から一週間も経たない12月14日、シールは最初の紹介でルソン島沿岸部に向かった。シールは美ンとアパリの上陸部隊の増援に向かう日本軍部隊を迎え撃つため北に急行。当初はボヘアドール岬東台沖に向かい、その後12月20日に美ンの南方へ進路を変える。12月23日、 シールは北緯17度35分統計120度12分、北緯17.583度統計120.200度、17.583120.200 17. 20. の地点で陸軍船サタカマルを撃沈した。サタカマルは1941年12月最後のアメリカ軍によって沈められた日本船であった。美岩海域からシールは輪郡湾入り口へ移動し、 1942年1月に入って再び北へ移動、ルソン島北端を経て、ラモン湾入り口を紹介する。1月9日にボヘアドール岬を回り、10日にはエンガーリョ岬を通過、11日にモルッカ海峡南方へ進路を取った。1月20日にはセレベス島東岸部で敵交通線の破壊に従事。1月27日には、その3日前の24日に、 日本軍が上陸した、ケンダリ沖を紹介した。シールは、スラバヤのオランダ海軍基地に入るよう指示された。2月5日、シールは53日間の行動を終えて、スラバヤに帰島した。スラバヤにおける、連日の空襲により、シールは毎日のように先行を繰り返した。先行と浮上を繰り返しているうちに、シールのエンジンは埃りまみれになり、 また、戦望鏡のプリズムの調子がおかしくなった。しかし、修理しようにも空襲がその妨げとなった。2月11日、シールはジャワ島南岸部のチラチャップに移動のため執行。2月14日に到着し、潜水母艦ホーランドに横付けした。シールがチラチャップに入港したのと同じ日に、日本軍はスマトラ島に、さらに2月19日には、 バリ島にそれぞれ進撃。連合軍艦隊はバリ島方面の日本艦隊と交戦し、空軍は日本船団に反撃を試みた。2月19日、シールは2回目の紹介でジャワ海方面に向かった。論ク海峡を通過し、2月24日には2つの輸送船団を発見する。船団に対する攻撃で貨物船一隻を撃破したと判断された。 翌25日、シールは南位06度42分統計117度20分、南位6.700度統計117.333度、マイナス6.700117.333の地点で音源を探知。間もなく艦隊を発見し、攻撃を試みたものの、頻繁に進路を変えられて失敗した。2月28日、 スラバヤ沖海戦を戦った後の日本艦隊に対し、長い追跡を行う。ナトリ型タ巡洋艦と二隻の駆逐艦を発見し、夜に入ってから一度見失うも、日付が3月1日に変わってから、再び発見し、ナトリ型に対して4本、駆逐艦に対して2本の魚雷を発射したが命中せず、失望させるだけだった。シールは3月14日以降は、マカスサル南方に移動し、 紹介を続けた。しかし、3月21日に任し去ると、デブリルバンク間を紹介中に、空気系統の機器が故障し、冷却装置が使用不能となった。応急修理は不能と判断され、シールは南に下った。4月9日、シールは48日。5月12日、シールは3回目の紹介で、南シナ海に向かった。セレベス海とスール海を抜け、 マレー半島近海の紹介海域に向けて進んでいった。5月28日早朝、シールは南シナ海に入り、その夜に北緯07度33分統計116度22分、北緯7.550度統計116.367度、7.550116.367の地点で陸軍戦達福丸に向けて発砲し、損傷を与えた。 さらに魚雷を二度にわたって発射したが命中しなかった。ク福丸は駆けつけた両艦ソードフィッシュの雷撃により沈没した。6月7日には北緯11度35分統計109度18分、北緯11.583度統計109.300度、11.58309.300 11. のカムラン湾沖で7隻からなる第409戦団を攻撃したものの、 護衛艦の特設砲艦東山丸と航空機の制圧により、7時間も新深,深度潜航を余儀なくされた。6月15日から17日までは試験に悩まされた。6月18日に至っては空気漏れを発見し、6月19日に紹介海,海域を撤収した。シールはバラバク海峡を抜け、6月23日にマカッサル海峡を通過した。 7月4日、シールは53日間の行動を終えて、フリーマントルに帰討した。8月10日、シールは4回目の紹介で、インドシナ半島方面に向かった。パラダン・岬北を紹介し、9月3日に、北緯11度25分統計109度05分、北緯1 1 2 4日7度統計109.083度、1 1 2 4日7 1 0 9 0 8 3の地点で、 か客船カンジュんじを撃破カンジュゅうは、沈没を防ぐため浅瀬に座礁した。しかし、それ以外は、10月2日、シールは53日間の行動を終えて、フリーマントルに帰投した。10月24日、シールは5回目の紹介で、パラワ方面に向かった。11月15日には、貨物船とタンカーを発見したものの、距離が遠すぎて、攻撃は諦めた。 翌16日、シールは北緯06度16分統計135度19分、北緯6.267度統計135.317度、6.267135.317のパラオ南東海域で2隻の護衛艦をつけた5隻の輸送船団を発見し、陸軍船ボストン丸に向けて魚雷を発射した。その数秒後、シールは衝突され、 激しく揺さぶられて照明が消えた。シールは76メートルの深度まで沈行していった。その間にシールの発射した魚雷はボスと丸に命中し、これを撃沈した。4時間後、シールは浮上して調査してみると、潜望鏡は2本ともへし折られ、レーダーも支柱ごと破壊された。環境後部のシガレットデッキには破片が散乱していた。これは、 日本船がシールの潜望鏡をへし折った時にできたものと考えられ、日本船の塗料の良いサンプルをもたらしたと評された。シールと衝突した船の運命は定かではなかったが、衝突によって穴を開けることは可能と結論付けられた。11月17日、シールは司令部に対し紹介を打ち切って真珠湾に向かう旨通告した。11月30日、 シールは37日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。仮修理の後、オーバーホールのためメアアイランド海軍造船所に開港された。作業後、1943年4月2日に、真珠湾に戻った。オーバーホール中に、艦長がハリー・ビードッジ少佐に変わった。シールのこの紹介では一つの発見があった。従来、パラオ近辺で紹介する潜水艦は、 関省南東のマラカラル水道付近に配置されていたが、なかなか戦果を上げられないでいた。シールはシーウルフと共に別の水道に配置されて感染の出入り状況を調査した。その結果、日本側は北北西部の峠ルムルンギ水道を主に使用していることが分かった。以降、パラオに出入りする感染を紹介する潜水艦は、 トーゲルムルンギ水道方面に配置されることになった。4月14日、シールは6回目の紹介でパラオ方面に向かった。4月18日にミッドウェイ島に寄港の後、5月1日までにはパラオ近海の紹介海域に到着した。5月2日、シールはパラオ西方で貨物船を発見し来撃したが失敗し、逆に航空機の制圧を受けた。 二日後の5月4日、シールは北緯06度50分統計134度30分、北緯6.833度統計134.500度、6.833134.500のアンガウル島近海でラバウルからパラオに向かう輸送船団を発見し、特設給油船ンクレメンテ丸を撃沈した。しかし、それ以外には獲物には恵まれなかった。 6月3日、シールは50日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。2週間かけて、磁気紹介のための6月24日、シールは7回目の紹介で、日本近海に向かった。7月2日、シールは、戸戸崎近海の紹介海域に到着。3日後の7月5日には3隻の貨物船を発見して、魚雷を発射するも命中しなかった。 7月8日、シールは輸送船団を発見し、魚雷を3本発射した。しかしこの時、シールはまたもや油漏れを発生させていた。上空警戒の零式水上観測機はシールから流れ出る油門を発見し、船団護衛中の第1号総海艇や特設総海艇第1、ミサゴマル、水雷艇千鳥などが駆けつけて爆雷攻撃を行った。シールは 油漏れの箇所がわからないまま水中を逃げ回り、水上艦艇と水蒸気は動く。油もめがけて、爆雷や対戦爆弾を投下。10時間もの間に投じられた爆雷と爆弾の数は72発にも及んだ。シールは撃沈骨。7月24日、シールは30日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。修理を受けた。八月十五日、シールは八回目の紹介で、 千島列島方面に向かった。8月27日にシールは南千島海域に入った。8月31日朝、シールは先行の際に司令塔のハッチの留め金をかけるのを忘れ、入り込んだ海水がポンプルームを水浸しにし、電気系統を破壊した。シールは修理のため東に向かい、空気圧縮機を仮復旧させて何とか魚雷を発射できる体制にした。 9月8日に紹介海,海域に戻ったシールはオホーツク海を横断するように紹介。9月17日、シールは2隻の貨物船を発見し魚雷を発射したが命中しなかった。9月25日、シールは紹介海,海域を撤収した。10月4日、シールは50日間の行動を終えて真珠湾に帰島した。11月7日、シールは9回目の紹介で、 マーシャル諸島方面に向かった。ジョンストン島で補給を行い、12月15日までクエゼリン干渉をはじめとするマーシャルの各干渉の写真偵察を行った。12月19日、シールは42日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。1944年1月17日、シールは10回目の紹介でトラック諸島方面に向かった。 この紹介では2月17日のトラック島空襲に対する救助配備任務につき2月22日にはポンペイ島の偵察を行った3月6日シールは50日間の行動を終えて真珠湾に帰島2度目のオーバーホールのためメア,アイランド海軍造船所に開港されたまた艦長がジョン・エイチ・ターナー少佐に変わった8月8日 シールは11回目の紹介で、千島列島方面に向かった。14時間から15時間は、火が出ている。この時期、シールは室蘭、松輪島、バラムシル島を結ぶ海域を紹介した。8月24日、シールは襟も岬沖で貨物船統制丸を撃沈。9月5日には一隻の護衛艦をつけた貨物船を発見し、6時間に及ぶ。 追跡の末魚雷を4本発射したが命中しなかった。9月8日夜、シールは北緯47度26分統計148度24分、北47.433度統計148.400度、47.433、十4 8 4 0 0の地点で6隻の輸送船団を発見した。20時45分、シールは魚雷4本を発射。 魚雷は護衛の駆逐艦波風に命中し、波風を航行不能に陥らせた。日付が変わって9日、シールは北緯47度03分統計148度18分、北47.050度統計148.300度、47.050、148.300の地点で、再び輸送船団に向けて魚雷を発射。 陸軍戦湘南丸に日本が命中しこれを撃沈した。二番目の輸送船がシールの方に向かってきたので、シールは飛体。夜が明けて、対戦昇海機が飛来し、シールは17時まで新進度先行でじっとしていた。この攻撃で湘南丸撃沈、波風撃破の他に、数隻の輸送船に打撃を与えたと判断された。20時26分、シールは進路を、 ミッドウェイ島に向けた。9月17日、シールは41日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。10月10日、シールは12回目の紹介で、千島列島方面に向かった。10月25日朝、シールは北緯50度18分、統計150度50分、北緯50.300度、東計150.833度、 50.300150.833のウルップ島北方海域でバラムシル島から小樽に向かうお303船団を発見。船団中最も大型の砕氷船白高丸に向けて魚雷を発射。白高丸に2本が命中し、大爆発を起こして沈没した。3週間後、シールはエトルフ島近海で貨物船を攻撃し、 この目標は撃沈したと判断された。紹介期間の最後は、カラフト沖で行動した。11月29日、シールは50日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。これがシールの最後の紹介となった。シールは修理後、1945年6月1日まで、ハワイ海域での訓練任務に従事する。6月中に、真珠湾を出港してにニューロンドンに帰還し、 第二次世界大戦の終わりまで引き続き訓練任務に従事した。戦争が終わると不活性化を命じられる。11月初めにマサチューセッツ州ボストンに移動し、11月15日に退役して予備役艦隊で保管された。1947年6月19日、最終役し、ボストンでの海軍予備役兵の訓練艦任務に就く。1949年3月に、 ニューハンプシャー州ポーツマスに移動し、訓練任務を継続1956年5月1日に除籍された。その6日後、シールは廃棄のためにポーツマス海軍造船賞を出去した。シールは第二次世界大戦の先行で10個の従軍聖賞を受賞した。ロスコープ553では立つ含まる撃沈は、シールによるものとし、ソードフィッシュは同日に、 戦名不詳戦安納丸1-900を撃沈したとしている。また、共同戦艦扱いにはなっていない救命、ラプラタマル、ありがとうございます。